MacOS 付属のひらぎのフォントの初体見本。ひらぎのは自由工房がデザインした初体ファミリーで1993年に大日本スクリーン製造がプロ向けデジタルフォントとして販売開始した。Apple の MacOS と iOS に標準搭載され、両プラットフォームの標準日本語フォントになっている。日本語初体としては、秒状、格語式、丸ック。 呂書、金専用書体があり、この他に、関体寺と、反対矢座双方の中国五番ゴシックがある。平木野の名は、京都の地名である平木屋に由来する。1989年、本文書体を作りたいとの思いから鈴木つ鳥海治む、片田圭一の三人によって、自由工房が設立された。翌1990年に第二本スクリーンから、 ベーシックな本文書体を共同開発する提案があり、自由工房側は2つ返事で引き受けた。本と開発には多額の費用がかかるところ、当初、明朝、ゴシックに加えて、例書、会書など全部で50書体を開発する構想があったことから、自由工房ではチャートを使って既存書体を分析した。その結果、若々しい、爽やか、 クリアというイメージの書体を目指すことにし、特に若々しい明朝体が市場にないことが意識された。第日本スクリーンが初めて出す書体ということもあり、うイういしくて良いとも考えたという。第日本スクリーンが印刷、画像処理機器のメーカーであることから、カタログやビジュアル雑誌向けに適した本文書体とし、写真などとの混在を前提に、文字の濃度、黒みに、 村が出ないようにすることとした。第二本スクリーン側は何十年も使い続けられる本格的かつベーシックな書体、既存のいかなる書体とも違う表情を持った競争力のある書体であることを望んだ。第二本スクリーンは書体デザイナーとして名の知られた鈴木務個人を前面に出して平木の妙長体を宣伝したいと要望したが鈴木本人がこれを拒み、 自由工房デザインとすることになった。平木のが一応の完成を見た頃、MacOS 10に標準搭載する話が舞い込む。一書体9000数百字を2万字に拡張することが求められ、1年から1年半ほどの間に5万字を新たに制作することになった。2万字の字書が固まっていないため、作った文字が不要になったり、再度必要になったりすることがしばしばあり。 とにかく大変だったと鳥海治は振り返っている。なおこの頃にはすでに自由工房は初めての自社初体、有名町カラダの開発に着手している。2000年2月16日、MacOS 10への平木の標準搭載が発表される。この日、マクワールドエキスポ東京2000のキーノートスピーチでスティーブ・ジョブズが画面いっぱいに映し出した平木の民調隊。 W6 の愛を指差し、クールといった。鳥海は著書などでこのことを印象深い思い出としてたびたび語っている。MacOS X 0が平木のオープンタイプを標準搭載するという知らせは特に DTP においてレイザーライター 2NTXJ 以来森沢初体を事実上の標準としてきたことからの転換。 また、高品印字のためにプリンタフォントを必要とする、従来のあり方を変革するものと受け止められ、平木のショックとも称された。平木野のは、明朝からだの発売から12年、MacOS 店搭載から4年経った2005年、グッドデザイン賞を受賞した。2010年からは、森沢の年間ライセンス森沢パスポートを通じた、提供が始まった。2019年3月27日、 平木野ノの権利を保有するスクリーン、グラフィックソリューションズは新たな文字制作体制を関係各社と構築中であると明らかにした。同年9月12日、スクリーン側合同会社オリゼに平木野本との文字制作を委託する業務提携契約を締結したと発表した。オリゼ社は1994年から2009年まで自由工房に在籍したタイプデザイナー、 岡沢慶州が代表を務めるタイプデザイン会社。岡沢はこの時点までに、平木の UD 覚悟、丸語、平らの覚悟 W 例などの制作に従事している。京都に所在する第二本スクリーンは、文字文化の多くの起源が京都にあるとして、千年のと、京都にちなみ自社オリジナルフォントをセントと、フォントライブラリーと名付けた。地図フォントライブラリーには、平木のフォントの他に、 三宅康文デザインによる、第五、毛上げ、お池の三書体と、船岡丸ゴシック体、京極角シック体があった。第五、毛上げ、お池の三書体は後に、ファンシー書体集として提供され、2016年以降は、特注商品となっている。印刷史研究会が、近代の中造活字をオリジナル通りに復刻した、日本の活字書体名作成船も線。 トフォントカナ書体集として2004年3月に発売された。2006年には突般印刷、アザユ工房、大日本スクリーンのコラボレーションプロジェクトから生まれた小ぶりなゴシックが平木のフォントに続くセントフォントライブラリーの新書体として発売された。2010年代半ば以降、ウェブサイトサポート窓口の名称などで次第に地図に変わって、 ひらぎのを全面に押し出すようになった。2013年に開設された、ひらぎのフォント総合情報サイト scren-hiragino.jp e では、阪神初大衆、日本の活受初対面作成線もひらぎのフォントのラインアップに加えられている。現行製品は MacOS、Windows NTK 対応のオッパンタイプでダウンロード販売される。 パッケージ販売は2020年3月に終了した。過去には、クラシック MacOS 対応の OSF、シド、Windows 対応の TTC 形式が販売された。形式ごとにそれぞれフォント名が異なる。トリュータイプの、等幅フォント以外は、すべてプロポーショナルフォントになっている。Mac で、標準インストールされない書体を導入する場合と、Windows で利用する場合は、買い切り製品か。 森沢パスポートの契約が必要となる。OS 10L キャピタンでフォントファイルサイズの圧縮のためオッパンタイプコレクション化が行われた結果、アウトラインデータはプロン、STDN フォントのものに統一され、プロ、STD フォントはそのデータを参照する。この処理により、フォントブックやフォントパネルに表示されないフォント名がある。MacOS 10V10.0 以降以下のプロ、 std フォントがインストールされる。MacOS 10 V10.5 では、JIS X-0213-2004 の0ジアザ型を標準とする以下のプロン、stdn フォントが追加された。MacOS 10 V10.6 では、簡単アザ中国語フォントとして、以下のフォントが追加された。OS 10 L キャピタンでは、各ゴシック体が w0w9-10 ウェトとなり、 以下のフォント名として追加されている。MacOS シエ a では反対アザ中国語フォントとして以下のフォントが追加された。iPhone、iPod Touch、iPad には以下のフォントが標準インストールされる。iPad や iOS 4では以下のフォントが追加された。iOS 11では以下のフォントが追加された。現行日本語書体では Adobe Japan 1-3に準拠する。 STD 書体は9354グリフを同じく STDN 書体は9499グリフを収録する。MacOS の最初の正式版 MacOS.V10.0 10から搭載される6書体は基本6書体と呼ばれる。このうち平木の覚悟 W8 を除く平木の名称 W3、W6 平木の覚悟 W3 W6 ひらぎの丸五 w 4の書体には2001年から収録時数を拡張したフォントが用意されている。アドビジャパン1の5に準拠する、プロ書体は2317グリフを収録し、同じくプロン書体は2327グリフを収録し、ジス X レニーチや、表外漢字アザ対表に含まれる、全文字をカバーする。の書体に加え平の妙 W2 と、ひらぎの覚悟 W1、W2、W4、W5 にもプロンフォントがある。他社製品のプロ、プロンフォントが、アドビジャパン1の4仕様であるのに対して、現行のひらぎのプロ、プロンフォントは、他社製品で言うパープル5、パープル 5N フォントに相当する。ユピーハー書体は、共同通信社が、新聞報道用に独自に定めた文字セット U、いう、 プレスの15,257グリフを収録する。パープル 6N 書体は、アドビジャパン1-7の23,060グリフを収録し、ジス X-0221、ユープレスの文字をカバーする。平木の各書く五単体中文は、中国国家規格ギガバイト18,032、定められた28,522字すべてを含む、 アドビギガバイト1から4の29,064時のグリフセットを収録する。ひらぎぬ角5単体中分、STD は7,967時で、ギガバイト2,312に対応したアドビ、ギガバイト1から0に準拠する。ひらぎぬ角5単体中分は、アドビ CNS1 から6の19,156時のグリフセットを収録する。 アザユ工房の設立後最初に商品化された書体。1990年にデザインが始まり、1993年に発売された。W2、W3、W4、W5、W6、W7、W8 の7ウェイトがある。ビジュアル重視のファッション誌や広告で使われるような、都会的でクールなイメージにデザインされた、この書体には、 スタッフの力が総動員された。鈴木つとむが全体を監修し、社員全員とアルバイトで漢字をデザインした。金のデザインは、鳥海治が担当し、モダンに感じられた平安町の連綿が名を手本にしたという。県王道、上層インターチェンジの方面を及び、方向標識1994年に発売された。w w w W3、W4、W5、W6、W7、W8、W9 の10ウェイトがある。ひらぎの明朝からだとの混色を目的とした書体。懐をやや広く取ったモダンな面と、気質や収筆を太くしたり、金の大きさに抑揚を持たせたりするオーソドックスな面を合わせ持つ。この書体のデザインには、手作業で下書きをし、アウトラインの生成から、 仕上げはマッキントッシュで行うという手法が取られた。第2本スクリーンが商品化を急いだことが背景にあるが、以降仕上げをコンピュータで行うことが一般化した。前述の通り、アップルの MacOS および iOS の日本語システムフォントにも採用されている。2010年12月から NEXCO3 社が高速道路に設置する案内標識の和文部分の書体として従来の 和文孔断文字に変えて、平木の覚悟式体 W5 を使用している。毛筆工の田中薫の元字を自由工房が監修、プロデュースする形で制作され、1996年に販売が開始された W4、W8 のニューウェトがある。見出し用の太い筆書き系書体は、当時あまりなかったことから、特、太紙の W8 の制作が先行した。田中は、 一度も筆で書いたことがなく、書道辞典にもない第に水準の漢字に苦労したという。有畜5号棚、有畜36歩棚は1998年、同時に発売された。いずれも平木の明朝からだと同じ7ウェイトがある。東京築地活版製造所の活字付き自体をベースに、平木の明朝からだと、マッチするように新たな着想が加えられた、金書体。 平らの明朝体のオールドスタイルのかなと位置付けられる。名称の誘畜は自由工房と築地の構成。和文の金属活字は主事長国史が文字の原寸で手彫りする不景を元にするため、サイズによってそれぞれ異なるデザインがなされていた。誘畜5号加盟後期5号と呼ばれる本文用活字の系統に属するものを本国したもの。5号は10.5ポイントに相当する。 鳥海治によるデザイン。活字書体設計士、今田金一によると、岡本米蔵長、タンスト、帝国軍人教育会、新天道地世界大戦士を資料にしたという。鳥海は、修正時の心構えとしては、書道で言うところの遺林に近いものであって、走行天木の復刻ではなく傾きや黒さ、個々の大きさの調整までいったと述べている。 有畜36歩が涙出し用の36ポイント活字を本告したもの。鈴木勤によるデザイン。鈴木は、宇津市県時代に修営対象号活字を、社色文字版化した修営名朝の金の本国に従事している。SHM の金が、真鶴を拡大して、墨入れや修正を施しオリジナルの再現に、こだわったのに対し、有畜36歩がなでは、 活字の雰囲気を残しつつ、平木の妙長からが W8 と W3 に合わせて新たに書き起こし、魔のウェイトを保管することで、ウェイト展開するという手法を取った。2001年に W4 が MacOS X に搭載され、2002年に発売された。平木の格語シック体をベースに、丸ゴシックらしさのために柔らかい感じを出すなどの調整が施されている。W2。 W3、W4、W5、W6、W8 の6ウェイトがある。ひらぎの格悟縮体と組み合わせて使うかな。専用書体で、標準ナと違い大きさがほぼ一定したデザイン。ひらぎの UD 格悟 F に含まれるかなの元になった。2004年発売。W1、W2、W3、W4、W5、W6、W7、 W8、W9 の Q ウェイトがある。ユニバーサルデザインに対応した核ゴシック、丸ゴシック、明朝カラだ。視認性に加え、可読性を重視したコンセプトで2009年に発売された。それまでの平木の書体よりも、横線、払い、楽点など、文字における線同士の間隔や幅を調整し、小さいサイズでも視認性を保てるように設計されている。 オーブンはいずれも平木の UD 書体独自のデザインで、角、ウェイトとも、文字幅を共通にしている。UD 角語、UD 角5か UD 丸5のウェイトは、W3、W4、W5、W6 の4ウェイト。UD 名称は、W4、W6 の2ウェイト。UD 角5 F の F は、フラット、ファインを意味し、漢字とカ名の字面をほぼ一定にし、 明るくすっきりしたデザインを意図している。ひらぎぬ覚悟シック体をベースに小さめにした感じと、誘致区語語かなの骨格をベースにした金を組み合わせた。社色と同じように使える書体がないとの声に応えて、開発され、金には可能な限り、丸みを持たせた。突板印刷、アザユ工房、大日本スクリーンのコラボレーションプロジェクトにより2001年に制作された書体で、 当初は事実上突破印刷の専用書体であった。2006年発売、W1、W3、W6 の3ウェイトがある。2006年時点では、平木のフォントに属区書体として、平木のとは別に扱われていたが、2010年に平木のが森沢パスポートを通じて提供されることになった際には、平木のフォントに含まれている。 金属活字の初号語式をもとにデザインされた自由工房の金書体、有畜初号語式金ファミリーに、ひらぎの覚悟式の漢字やオーブンなどを組み合わせ総合書体としたもの。2011年発売。W6、W7、W8、W9 の4ウェイトがある。ひらぎの覚悟の簡体中文版、反対中文版、日本語版の字型の比較。 参考として、貧乏重と美南西グロテのものを添えた。インは MacOS に付属する、平木の覚悟書体を示す。平木の覚悟疾体の艦隊アザ中国語版。日本企業によるフォント製品として、初めて、中華人民共和国政府から、国家規格ギガバイト18,030への適合認証を受けた。開発にあたっては、中国のフォント弁だ。 北京管理会員新域技術有限講師の協力を受けた。2008年に発表、2009年に MacOS テンスのオレオパードに搭載され、同年発売された。艦隊アザ中国語名、ソヨゴクロ体体中文、反対アザ中国語名、ソヨゴクロ体艦艇中文、英語名、平木のサンズギガバイト、日本語名、平木の各五艦隊中文。 Mac OS 付属のものでは日本語名が、フォントファイルに設定されていない場合がある。W3、W6 の2ウェイトがある。2020年12月、平木の各五感体中文、STD が発売された。W1、W2、W3、W4、W5、W6 の6ウェイトがある。文字セットはギガバイト、Gigabyte 2312。 ひらぎの覚悟シック隊の反対アザ中国語版。2017年に発売された。反対アザ中国語名、そよご黒体、しげてい中文。艦対アザ中国語名、そよご黒体反対中文。日本語名、ひらぎの覚悟反対中文。英語名、ひらぎのサンズ TC。先行して2016年に、ひらぎのサンズ CNS として、MacOS シェイラに搭載された。 以降の MacOS に付属するひらぎのサンズ、CNS と製品版、森沢パスポート版、ひらぎのサンズ T シートではグリフが一致しない文字がある。ありがとうございます。